レッドカドーは、イギリスの競走馬。2012年香港バーズ優勝馬。地元であるイギリスのレースを中心に出走を重ねたが、アイルランド、香港においても勝ち倉を収めている。デビュー初期に、マイル前後のレースを3000ほど使われたが、それ以降は主に2400メートルを超える、クラシックディスタンス以上の距離を使われているステイヤー。 3歳児である2009年から翌2010年にかけて、ほぼ条件戦のみの出走。参照をマークしたが、突起すべき勝ち倉はなかったが、2011年初の国外遠征となったアイルランドのカラーカップを優勝し1つ目の重賞タイトルを獲得。同年の秋には、アイルランド・オーストラリア、香港3カ国の G1 レースに出走。アイセントレジャー3着。 メルボルンカップ2着、香港バーズ3着という実績を残している。2012年には地元イギリスでのヨークシャーカップにて2度目の重賞タイトルを獲得、秋には前年に引き続いての海外遠征も行われた。初の日本遠征となったジャパンカップでは道中不利の影響もあり8着と結果を残せなかったレッド稼働であったが2年連続での失踪となった。 香港バーズでは日本からの参戦馬であるジャガーメールとの競り合いを制止優勝。国際 G1 のタイトルを獲得している。2013年の春シーズンはドバイ、日本、シンガポールと転戦。ドバイワールドカップでは内から鋭く追い込んで2着、天皇賞、春では3着に検討して、同レースが海外調教馬に開放されて以後史上初めて馬券大賞となった。 その後、勝つことはできなかったもののメルボルンカップを2年連続で2着、2015年に入ってからは、クイーンエリザベスステークス2着と検討した。同年11月のメルボルンカップに5年連続で、出走したが、故障発生し競争中止、現役を引退することになった。その後、手術を行い解放に向かったが、合併症を発症したため11月21日に、 安楽死の処置が取られた。ありがとうございます。